はい、皆さんこんにちは、ウッディーベルです。今日はですね、ウールリッチのですねキャノピーワイドドーム270、このですねテントを設営したいと思います。今下に引いていますのがですね、スターターセットについているグランドシートを貼りました。で、それ以外にですね専用の、 インナーマットもありますけど、とりあえず今はですね、テントの設営の動画を撮りたいと思います。はい、今ですねポールはポールの収納袋から全部出しました。で、右側からですね2本が、キャノピー用のですね、ポール2本です。で、あと4本あるんですけども、こちらですね、記述されてますんで非常に分かりやすいです。でこちらがですね柱になるということです。あとこの赤いのがですね2本あります。これは、屋根のとこをクロスさせるときに、使うものです。で、こちらが、フロントのですね、キャノピーの張り出しの、ポールですね。で、あと、これがですね、屋根をですね、支える、ポールになります。前後ですね、張り出しますんで、それを支えるポールが1本ということです。で、これからですね、組み立てていきたいと思うんですが、まずですね、屋根の部分ですね、クロスにさせる部分、まだちょっと今回2回目なんであんまり手際は良くないですけども、撮影していきたいと思います。はい、今テントにですね、ポールをですね通していきたいと思います。はい、ここまで来るとですね、もう屋根が出来上がりましたんで、こんな感じですね。あとはですね、柱となるポールを4本立てます。はい、方向が違ってますんで直します。
はい、ちょっとアングルかなす。ですね、この画面のですね、右側にあの大きな窓が見えてて、左側に三角窓が見えます。これが、フロントになるんですね。で、ですね、そうですね、他のキャンパーさんがいるんで、できるだけ逆光にならずですね、ということで、この、今あのウールリッチというロゴが見えてるんですけど、このロゴが、グランドシートさっき聞きましたけれども、グランドシートはですね、当然このテントでちょっと小さくできてますんで、完全に隠れます。はい。ということで、これからですね、フライシートかぶせたいと思います。はい、これからフライシートをかぶせていきたいと思います。ちょっとですね、これ天井が高いんで、ちょっとですね、やりづらいんですね。だからちょっと時間かかると思います。はい、偶然なんですけど、うまくいきました。なかなかこれ難しいんですよね。このウールリッチのですね、キャノピーワイドドームは、ロゴがですね、真横に左右行ってですね、これはキャノピーがついてますんで、両サイドがこの濃い色に、ダーク系の色で、天井はこの明るい色になります。で、あとはですね、フックを止めていくだけです。そうですね、4箇所止めました。あとはキャノピーを張り出しをしたいと思います。はい、今からですね、ペグ打ちをしたいと思います。フロント側にキャノピーがありますんで、後ろですね側からペグ打ちたいと思います。
ということで、ペグを打ち終わりました。あとはですね、キャノピーを張り出すだけです。はい、キャノピー用のですね、ポールを今から立てて、キャノピーを張りたいと思います。はい、ということで、設営完了いたしました。全体感ですね、はい、ちょっと逆光撮影になるんで、ちょっと黒い画像になりますけど、はい、ということで、設営の方ですね、完了いたしました。皆様のですね、ご参考になれば、嬉しいです。ウールリッチのですね、ワイドキャノピードーム270の設営です。ご視聴ありがとうございました。